マルタ島で見つかった土偶と日本の土偶埴輪と比較してみます。左上がマルタ島で見つかった石像のようですね。そして右下が日本の埴輪。そして土偶です。で、ここで注意していただきたいことは、足の部分ですね。作り方が全く同じであるという点です。で、埴輪の方は足が長い。つまり、ハイヒール型であると、私、林博士は判断しました。右の遮光器土偶は、ローヒールということになります。で、まあ、長野県、茅野市で見つかった、この縄文ヴィーナスは、ハイヒール型ということになります。ハイヒールか、ローヒールか、その違いはありますが、基本的には同じだということです。仮面の女神は、ローヒール型ということになります。そして、左上のマルタ島で見つかった、石像と比べてみてください。作り方のコンセプトが全く同じです。マルタ島と日本とは深いつながりがあります。
それについては一連の動画の中で説明してきましたが、ここではこの足の部分に注意してください。古代地球へやってきたエイリアンたちは、こうした歩行補助装置なしではこの地上を歩くことができなかったものと思われます。その証拠がこのような形で日本とマルタ島に残っていたということになります。皆さん自身の目で見て、自身の頭で考えて、そして判断してください。これが皆さん事実です。これが皆さん事実です。左上がマルタ島で見つかった石像です。と思われます。右下が日本の縄文、埴輪、そして土偶です。皆同じコンセプトで作られています。もう一度説明します。日本の埴輪です。埴輪です。遮光器土偶です。足を見てください。埴輪の方はハイヒール型ということになります。遮光器土偶の方はローヒール型ということになります。が、同じコンセプトで作られています。左は縄文ヴィーナスです。やはりハイヒール型の歩行補助装置を身につけています。足の部分に奇妙なラインがあることに注意してください。それについては別のところで紹介しましたので、またそちらをご覧になってください。右が仮面の女神です。やはり同じ歩行補助装置を身につけています。皆さん自身の目で見て判断してください。つまり、日本の埴輪、そして土偶は皆同じ歩行補助装置を身につけていました。ハイヒール型とローヒール型の違いはありますが、しかし基本的なコンセプトは全く同じです。繰り返しになりますが、古代地球へやってきたエイリアンたちは、このような歩行補助装置を必要としていました。ですから、皆同じということになります。そして、古代の日本人たちは、見たものをそのまま懸命にこのような形で表現したのです。見たものを懸命に、懸命に、懸命にこのような形で表現したのです。これが皆さん事実です。そしてその歩行補助装置とハマックス999さんが送ってくださったマルタ島の石像と思われる像と比べてみてください。コンセプト形、カーブの仕方、全く同じです。全く同じです。こうした事実から、どのような理論を引き出し、そして組み立てていくかは、私たちの責任ということになるのではないでしょうか。それともあなたは、偶然だ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 、という、あの、無意味な言葉を繰り返しますか？